こんにちは、あたりです。今回遊ぶのはこちら、劇場版仮面ライダーゴースト100のアイコンとゴースト運命の時プレミアム前売り券特典のデラックスゼロスペクターゴーストアイコン、発売日が2016年の7月9日、価格が3000円、同時発売で10オージャーの方もあるんですけども、僕はこっちのゴーストの方を買いました。映画の中で深見誠、誠兄ちゃんのお父さんが使っているですね、ゼロゴースト、あ、ゼロスペクターね、のゴーストアイコン。色が紫になっていて、まあ、ラメラメになってるね。うん、でデラックス版だからね、うん、もうめっちゃギラギラ光ってるよ。押すと、お、キックストライクね。そして目玉で ZS。 ちなみに僕はこのプレミアム前売り券を、まあ、劇場で発売日に買ったんじゃなく、まあ、発売日に買い逃したんですけども、テレ朝夏祭りでね、あのブースがあってプレミアム前売り券まだ売ってますよって言ってたんで、そこでガッとね買ってきました。ゴーストドライバーいきます。まずはガシャン、そしてシャキーン、ガシャーン、シャキーン、はい、はい。というわけで、音声は仮面ライダースペクターと全く同じなんですね。ガッシャーン。大海岸スペクター、オメガドライブ。はい。以上。はい。というわけで、今回は劇場版仮面ライダーゴースト100のアイコンとゴースト運命の時のプレミアム前売り券特典デラックスゼロスペクターゴーストアイコンで遊びました。いかがだったでしょうか？早口すごいだろ？うん。それではまた次回。バイバイ。